おはようございます、高前です。気持ちいい天気ですね。今回はですね、絵を描きたくなる動画ですね、2回続けてちょっとお届けします。前回と前々回がちょっと影について、お届けしました。今回は気持ちよく空をお届けしたいなと思います。空も簡単です。では早速やってみましょう。はい、いつものステッドラのシャーペンシルですね。かなり太めです。太いのが大好きですね。皆さんもですね、 2B から 4B の本当に鉛筆で大丈夫です。ご用意お願いします。今回はですね、空ということですので非常に簡単です。空、まあ、空といってもまあ雲ですね。雲の描き方ですね。ちょっと斜めにしまして、私はよく描く雲はですね、もう単純にこうもく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 と描いてます。見えますでしょうか。これはですね、ある建築家のですね、ドローイングっていうんですけども、それを見て、ああこうやって雲を描くとなんかおしゃれなんだなとちょっと勉強になったものがあります。あ、そうですね、昔1年ぐらい前の動画で、好きな本でちょっと紹介したかと思うんですけども、その建築家の、まあ、この描き方ですね、雲ですね、まあ、本当にこうこんな感じですね。これにまた色鉛筆を使うと非常に雰囲気が出ます。近くでもう一度描いてみましょう。はい、こんな感じでも十分に、まあ、雲らしく見えますよね。例えばどうしましょうかね、山がこう連なっててですね、で木がこう覆い茂ってて、そして、人が休んでいて、そしてこちらに雲を表現するときに、ちょっと黙ってしまいますが、こういう、ちょっと夏の雲になりますけども、このような感じで描きます。近くで見てみましょう。かなりですね、薄く描いてますが、このぐらいの雲ですので、ふわっとした感じですので、本当に力を抜いて描きます。でちょっとポイントをお話しますね。はい、ポイント一つ目ですね。まずは濃く描かないことですね。優しく、鉛筆を持つ、そして、くねくね、と書く。そして遠近感ですね、最後は。
が大切です。まずは優しく、ペンをですねここに持ってしまうと非常にこう力が入りやすくなります。逆にもう本当にこの鉛筆の真ん中ぐらいに指を添える感じですね。こんな感じです。そして大きい円から描きます。そして逆の円を描きます。そしてまた小さい円、そしてまた小さい円、これちょっと適当ですけど、そしてクチクチクチと書いてこういう感じですね。ちょっとここはお尻みたいな形になってしまいましたけど、これはですね先ほどこの遠近感と言いましたね。まず一つ目の遠近感はですね、空というのはこちらが近いくてこちらが遠いです。ですので雲もですねこれをもし逆に書いてみましょう。小さく書いて小さく書いて最後大きく書くとちょっと遠近感がバラバラになります。なんか月みたいなんですね。ですから大きい円は最初に書きます。そして小さい円ですね、こうなった時です。こういう感じですね。大きい円は早めに書きます。そして小さい円を出っ込み引っ込みして書きます。そして遠近感のですねもう一つ大切なのはこの横線ですね。これもですね実は先ほど一番最初にこう書いてあった通り横線がこう3本入ってます。これが幅が広くて、そしてこの幅よりこの幅の方が狭くなってます。これがですね非常にまあ遠近感の大きなポイントになりますね。まあ立体的に見えるというんでしょうか。まあ、ずっと芝生のようにこう描き方は一緒なんですけども、濃く描いたり薄く描いたり濃く描いたり薄く描いたり、そのラインがですね ここの感覚よりも次は狭く描きます。そしてこういうところに雲を描いたり、そうすると、まあ近くから遠くっていうような遠近感が生まれます。ちょっとこれ今単純に書いてますけど、まあ、このくねくねくねっていうのが、まあ、非常にまあ一番適当っていうんでしょうか、その感覚的なもので、これはもう何度も何度も書くしかないかなとは思うんですけども、本当に最初はこういう小さい2つの円からこれだけでもいいです。こういう感じでもいいです。いろいろこう書いてみてください。クチュクチュクチュ、しかも、力を入れないで書いてみてください。そうするとですねなんか感覚がつかまれるような感じがします。こんな感じですね。はい、もう一度全体を書いてみましょうか。大きく書きますと山もこう強弱をつけて描いてみてください。そして
木の描き方もやったかと思いますけども、今はちょっとサブなので大体に描いてます。あ、画面からちょっとはみ出てますね。ちょっとまあこの辺に大きい木が茂ってるとしましょう。思いっきりはみ出てますね。で、ここに休んでる人がいるとしましょう。影も一番接点だけ濃くして水平に水平に描いてみてください。そして今回はこちらの雲ですね。もう本当に薄く描いてみてください。これはっきり描くと非常にかっこ悪いんですよね。こんな感じなんですね。もう一つちょっとポイントはですね、ここの線の、まあ、間隔は言いましたが、これでも水平ですね、紙に対して、この位置をですね、どこに書くか、どこまで書くかというところもちょっとお伝えしたいなと思います。まあ、これも間隔適当なんですけども、これがこう今難しいですね。濃く描きますね。まあ、黙々と描いて、ずっと芝生と同じような感じで描いて、ここまで来たとしますね。この点はなしですよ。そして次はこう離して描いてもらってもいいですし、こうダブらせて、ダブらす、これがダブってるってことなんですけども、こう書いてもいいですし、ちょっと難しいですね。この表現が、つまりかっこ悪いのはですね、こうなってて、こんな感じ、微妙なこう隙間とか、あとはどうでしょうかね、この雲の下までこのラインが伸びてたり、これはちょっと長すぎです。まああまり被らせずに、空きすぎずこうラインがあって、こうラインが、ここが空きすぎてますよね。これはダメなんですね。これも大きなポイントです。はい、いかがですか。雲でしたね。簡単そうに見えましたけども、まあ、少しちょっと慣れが必要かなと思いますね。今回ちょっといろいろ何枚も書いてみましたけども、このようにですね、まあ、書くことによって、もくもくもくというか書くことによって、あ、こんな感じかなっていうのを、分かっていただけたのではないかなと思いますね。本当にこのペンの、優しく持ってですね、もう本当に薄く薄く書いてみてください。そして、ポイントは3つでしたね。優しく鉛筆を持つってこと、そしてまあ、くねくねくねって感じで、まあ、もくもくもくと言いながらでもいいですけども、書いてみてください。そしてあとはその遠近感ですね。このラインと、そして大きな円弧、そして小さな円弧の組み合わせですね。これらで非常にこの奥行き感っていうのが出ますので、皆さんも試してみてください。
もしこの動画が良かったなという方はいいねボタン、そしてチャンネル登録もお願いします。ではまた次の動画でお会いしましょう。